11月12日、交流の里を応募して、令和5年、秋季全国火災予防運動に伴う、坂出市消防団分団演習が実施されました。これは、火災が発生しやすい時期を迎えることを受け、地域住民に火災予防について啓発をすること、また、消防団による演習で、団員の消防技術の向上や連携を図ることを目的に行われました。参加したのは、坂出市消防分団大御市分団、坂出市消防団団本部、坂出市消防本部などおよそ80人です。午前9時30分より、交流の里を大御市で火災が発生したことを想定し、建物の北側の池からポンプ車を使って給水し、防水訓練が始まりました。また合わせて、屋内に取り残された要救助者の搬送訓練も行われました。演習終了後、坂出市消防団団長の川田正和さんより好評がありました。これに満足せず、次も場所、ところを変えて、次々と新しいことを訓練取り入れていただけたらと思います。また坂出市消防団大御市分団団長の野田浩二さんに、今の時期に気をつけることを教えてもらいました。これらが5類に移行します。冬場は空気が大変乾燥しております。落ち葉も大変落ちて、掃除などには火を焚くことは多いかと思いますが、火の元には十分注意してください。常に手元には水を用意しておいてください。以上です。今の時期は火災が発生しやすいため、火の取り扱いにはご注意ください。